Italian espresso addicted 韓流 lover アレックス・ハリウッド입니다I just came back from salon. So, 本日は、ハイドラフェイシャルをね、なんと施術してきたんですね。で、エレポも導入して一缶を入れてきました。すごくね、毛穴が気になっていたので、とってもね、満足です。はい、毛穴洗浄っていう感じですね。で、真皮層まで入っている美容液導入がね、とてもよくって。で、前回ね、今ハイフの進化版と言われるソニックフィットを体験したんですよ。でかなりね引き上がったんですが、顎のフェイスラインが痛くて、まだ結構ね、なんていうかフェイスラインをかなり上げていくのでね、それでもまあ結構上がったとは思うんですね。ただまあハイフとね比べちゃうとね、私的には同じかなと思いますね。はい、まあ、それよりもね、本日のね、なんとハイドラフェイシャルはすごくとてもお気に入りです。続けていこうと思ってます。で、シューチコルギと、まあそういったソニックフィット、配布で、あとは骨格矯正だったり、高周波の機械を入れたり、そういったことをね、交互にやってます。で、その私のやはりアレックス・ハリウッドというメソッドの引き上げフェイシャルマッサージがあります。そちらでかなりね、またさらにね、リフトアップしてます。筋膜をね、リリースしていくんですね。とてもね、私的には満足もする施術です。で、なんと、そう、クリニックはね、相変わらず通ってるんですよ。このね、シミが取れない、本当に。まあ、老人性と、私の場合は、そう、ADM はないんですけどね、まあ、寒波がすごく多くって、で一度途中でやめちゃったので、またどんどんシミが悪化しちゃって出てきちゃってるので、今は色素沈着かなっちゃってます。で娘はちょっと ADM があり、そう、ペンレステープでね、1時間とか1時間半麻酔をしてね、ルビーレーザーで治療中なんですけど、そうなんですよ、私は日本のクリニックちょっと信じられないんですね。ドクターはあまり信じてません。っていうのは、アメリカが長いのでね、アメリカだとね結構いろいろな、まあ本当に皮膚に詳しい先生が治療してくださるんですが、なんとね ADM のことがわからない、 ADM なんですかと尋ねても答えがないんですよ。で4件ぐらい回ったんですね、セカンドオピニオン、サードオピニオン、フォースオピニオンと。で私は自分で発見したのは ADM、 まああざの一種なんですけど、すぐ分かっちゃって、でまあ結局ね、私の判断で娘ドクターもそうですねみたいなことになって、で今 ADM の治療してます。はい、で ADM はまあグレーっぽいワインがかっていたり紫がかってるような小さいような斑点が頬の上の方にできて、だいたい対象にできるんですね。で、肝斑の中に入っちゃうとすごく治療が難しいみたいで、ただね、保険が効くところと効かないところがあるみたい。で3ヶ月に1回か6ヶ月に1回できるみたいなんですよ、治療がね。なのでまあしばらく娘も通ってる感じですね。そしてまあ私は相変わらず、ピーリングも続けてます。はい、で FCR ピーリングはね、韓国のピーリングが大好きでやってたんですけど、で今は、やはりね、BHA が好きかな、サルチルアシッド、サルチル酸ですね。で自分でもね、購入して自宅でできるのもやってるんですけど、やはり BHA のパーセンテージが少ないので、そんなにね劇的な変化はないですね残念ながら。なのでまあクリニックには通ってる感じです。あと配粒子の治療もやってます。はい、なのでダウンタイムを考えながら治療してる感じですね。で前回私のサロンに来てくださったお客様で、やはりお花のねプロテーゼだったりヒアルロニックアシッドだったりね、ボトックスとか、まあさまざまなね、お顔をいじってる方がいらっしゃって、もうすぐ分かっちゃうんですね。で本
インはまあヒアロニックアシッドのこととかも話さなかったんですけどね、あのフェイシャルの時に私が発見して、でやはりね、そうヒアロニックアシッドもそうなんですよね、フィラー打った後やはりちょっと動いちゃうので、やはりまあ1ヶ月とか2ヶ月、まあ早いところで3週間ぐらいとか、うん、クリニックによって違いがありますね。少し開けて、施術、まあ、配布だったりね、美容のクリニック以外の美容の方の施術はその後がいいかと思います。そんな感じなんですよ。でお顔に、まあ、あのメスを入れてる方っていうのも、もう美容整形されてる方も、もうすぐ見て分かっちゃいます。はい、なのでちょっとアレックス・ハリウッドは禁断のあの隠れドクターじゃないですけどね、全て分かります。はい、やっぱりあの食いしばりとかね、あのそうそうそう、やはりあの、まあ、歯の治療中だったり、まあ、いろいろそういったことでね、分かっちゃうんです、歯のね、そういった中のことも外にやはり出てきますし、とするとね、あの、まあ、お顔が結構歪みがあったりとかね、そういう感じの方はもう私のアレックス・ハリウッドメソッドのハンドの引き上げと、デザイン配布をさせていただいています。それでかなりね違ってきます。はい、それでは本日はいかがでしたか。 Thank you so much watching. Hope to see you soon. Have a good one. Bye bye. 神様だ。